飛び出せ動物の森アミーボプラス。はい、おはよう。目が緑だった、まだ。あのね、正直黒の方がいい。緑は違和感があるね。どうよ、どう思うこの目。お、見事元気そうで何よりだぜ、のな。このノナっていう口癖変えたいな。ちょっとな、合わないんだよね。この前シャンティが俺ん家に、もうそういう関係なの？あのね、しばらくその男女関係は平和だったの、うちの村。だけどあんたが来たことによってね、あら？あら、なんだ、うちに来たからなんかあったってわけじゃないのね。覚悟くれってことね。わかったよ。でもそういう関係になってるってことですよ、もう。早いね、さすがロボだわ。モテモテだもんね。そんな中、僕は下焼けから手紙が来ておりました。君と僕が初めて会った日って覚えてる？実はあんたね、この村の中で一番の古株なんですよ。太平太も、ムーさんも、あと誰だ？ナッキーもクロコも、みんな引っ越しちゃったんでね。今ね、一番最初からいる住民って、下焼けくんだけなんですよ。ちゃんと大切にしましょう。家具。アコギター大好き、大好き、も大好きだ、君が大好きだ、僕は全力で走る。見ようぜ。もう少しでね、飛び盛りも70日目になるわけですよ。そんな中もずっと居続けている下焼けくんですけれどもね、やっぱり持つべきものは古き良き友達ですよ。これからもね、大切にしていきたい、そう思った今日この頃だ。やったー、ちょっと邪魔。ギターが揃った2個目でございます。あとちょっとですね。いいね、この夕日に合うね、この音は。いいね、合うね。そして皆様のね、コメント予約反映できました。たくさんの意見ありがとうございます。まず公園に関してですね、他に何か公共事業ありますかって聞いたところ、砂場、あとグローブジャングル、あとは土管などもありましたね。まあゴミ捨て場、ゴミ箱っていう意見もありましたけれども、公園って言ったらやっぱりそのグローブジャングル、グローブジャングル、ごめんね、ちゃんと言えなくてごめんね。なんかね、やっぱあれが一個あるだけでだいぶ公園の公園っていう感じがすると思うんで、でもまだ候補にないから、まずはグローブジャングルの候補を出すところからね、始めていこうかなと思っております。皆様ありがとうございます。ああ、だいぶなってきてますね。ここもどうしようかっていう皆さんの意見もね、見させていただきました。ね、竹に関しては、まあここのね、今生えてる木の部分を竹にして、下はなんか花を植えて和風っぽくしてもいいんじゃないですかとか、あとは獣道作ったらどうですかとか、あとは竹、半分伸びた竹と低木をうまく交互に植えて、なんか可愛くした方がいいんじゃないですかとか、いろんな意見ありました。ありがとうございます。とりあえず、もうやっちゃったんで、このフルーツがなるまでは、このままやっていきたいと思いますね。引き続き意見などありましたらよろしくお願いいたします。でよ、いた！みんな見えるか？右下にいるぞ。こいつだ、こいつ。よう、はじめまして。暑くねえのか、お前。夏だから暑そうだけどな、その格好よ。挨拶しようぜ。あら、みよとくん、私のこと覚えてるかしら？覚えてるよ。今一瞬忘れかけたけど。はじめましてっていう感じだったけど、そうだ、あんたキャンプに来てたんだね。ここでキャンプしてた時に、あなた言ってくれたじゃない、この村においでって。私嬉しかったな、あの時の言葉。とにかくこれからは同じ村の住人よね。よろしく、みよとくん。はい、よろしくお願いいたします。トロワさんですね、皆様。覚えてあげてください。で、この子がね、引っ越してきた場所ですよ。なんでわざわざこんなところに引っ越してくるんですか？だって、周り木だらけだぜ。周り木だらけだぜ。なんでタヌキさんもこんなところをおすすめしちゃったのかしらね。アイリス、困るよな、こんなところに立たれて。あのさ、うち、この村を出ていくって決めたよ。どうした？仲良くしてたろうに。仲良くしてたろうに、おい。何言ってんだよ、行かないでくれよ。え、どうしたのさ、あんたがそんなこと言うなんて。いやいやいや、村長として止めるのは当たり前だろうよ。しょうがないね。そんなに言うならもうちょっとこの村で頑張ってみるよ、眉毛。頑張ってもらわないと困るよ。ってことで、マックス住人になったことによって、結構引っ越しフラグが立つようになります。多分みんなね、もう四方八方から言ってくると思うんだけど、もうね、言われてもね、僕は断り続けますから、引き止めますんで、村作りがある程度できるまではもう断り続けるんで僕は、よろしくお願いいたします。しばらくはね、
この10匹と僕とミオンちゃんでやっていきます。よろしくお願いいたします。コンツブー、いらっしゃいませ。どうも。あ、下焼くん、ギターありがとう。メープルかわいい偶然だね。ミオボン焼き鳥。だから言葉がカオスなんだよなお前。さ、楽器売ってるかな。こんまべーん、よせー、いらっしゃい。楽器、楽器、楽器、楽器使えねえこの店でね、俺やっぱり文句言いたい。あのタヌキに、あいつがね、もうなんであんなところに建てるのかわかんないんだよ。多分トロワさんはね、全然悪くないんだよ。ここがいい棚もつって紹介したのがあそこだったわけであって、それでね、うんって言っちゃうトロワさんもどうかと思うけど、あそこをおすすめしたお前が悪い。ちょっと最近顔出してねえからな、ちょっと文句言ってくるわ。てめえ2回もテロ起こしやがってよ。いらっしゃいませー。あ、ミオトさん、どうもどうも。え、なに、お家の増築、いつの話だよ、おい。いつの増築の話なんだよ。49万8000ベル持ってねえわ。30万でも結構持ってる方だけど足りねえよ、おい。なんだよ、金よ。お前のやったことさ、忘れらんねえかんな、俺は。分かってんのか、おい。てめえよ、おい。おい、おい、なに、後ずれし、ブラ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 、おい、おら。ありがとうございました。おそらくあのタヌキにね、何言っても通じないと思うんで諦めましょう。で、今日もね、村づくりの方をやっていきたいと思いますよ。前に建てました、ここね、ないんだけど今は。フルーツね、マンゴー、ドリアン、ライチ、その3つがね、植えたんですよ、植えられたんですよ。で、この隙間にあの低木の苗を植えたいなって言ってたんで、ちょうどね、青いアジサイがまた結構量多くなってきたんで、まずそれをね、植えていきたいと思います。その前にね、ロボに家具をあげたいんですが、ロボどこ行ったかな。ロボ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 、いや、お前じゃねえわ。お前ロボと比べたらすっげえ顔だな、お前。会いたかったよ、ミオトくん。え、何、俺は会いたくなかったけど。最近トロワさんって人がこの村に引っ越してきたらしいよ。間違ってる、人じゃねえかんな。仲間が増えるっていうのはやっぱりいいもんだね。狙ってんのかな。狙ってんのかな。まあ、あいつはホモだからな。多分、結ばれることはなかろうに。ロボいたー、ロボー。飲みが飛んでる。ちょっと、頼むから清潔にしていて、お前のイメージが崩れるかな。飲みだ、あー、かゆっ。おー、でかしたぞ、ミオト。ぴょんぴょん跳ねて目障りだったんだよな。助かったぜ、のな。いやいやいや、助かったぜ、のなじゃないんだよ。家具持ってきてやったんだから。最悪、こののみをあげてもいいと思うんだけれども、私はカラフルな壁掛け時計をね、差し上げたいと思います。家具って言われたらね、家具をあげたくなっちゃうんです、僕。そんじゃ、これは俺だ。受け取ってくんな。お、家具だ。ツートンローテーブル。いや、それ飾ったらいいんじゃないの。じゃあ早速植えていきましょうか。どんな感じになるんだろうな。ここと、ここと、で、木と木の隙間にね、植えていきたいと思います。お、持っていた苗がジャストでしたね。こんな感じどうなるかな、見栄えが。結構こういう人をね、見たことがあるんですよ、動画で。だから変なのかどうかはもう人次第、人それぞれだと思うんで。あ、青いやつなっとるがな。多分前回もなっていたやつだな。あの青い花が欲しいんですよ。黒バラもなってるね。なんか最近調子いいね、後輩が。こっちの方はなってる1個。この調子でピンクの花どんどん咲かせていきたいね。で、俺はちょっとタケノコの繁殖率っていうものを見てみたい。せっかく持ってるんだったらさ、ちょっと試しに植えてみてもいいと思うんだよね。別に、ここになんか竹の道を作るとかそういうの関係なしに、とりあえずね、どれだけ繁殖するのかっていうのを見てみたいんで、埋めていきたいと思います。今ね、5個竹の子があるんで、こいつをね、すくすくと成長させましょう。オッケー、5個埋めました。これがね、どういう風に育つのか。私はね、まだ竹の怖さを知らないから。多分舐めていると思う。すげえな、キャンプ地の周りに竹の子って嫌がらせしかないな。こんにちは、しずえさん。お仕事しますよ、お仕事。ハム太郎さん。ハム太郎って何っていうコメント前あってさ、俺衝撃すぎたんだよね。
もうがっかりしちゃったよ、このジェネレーションギャップに。俺も年取ったってことだね。そう、今日も公共事業やろうかなとは思ってるんだけど、何建てようかなって思ってて、一応レンガの橋はね、新しく追加されました。これもいつかは建てたいし、どうするかな、百葉箱、井戸、なんかね、パッとしないんだよね。早く海ピコで候補を増やしたいんだけど、待合所って何の意味あるんだろう、どこに必要なんだろうって思う。消火栓もどっかにあればいいと思うし、とりあえず標識立てとくか、安いし。安いし鉄器も多分安いでしょう。とりあえず立てておこう、なんかやんなくちゃっていうね気持ちに駆られてるんで、標識立てに行こう。静江と村長のおデートタイム。さあ静江さん、今日はどこに行こうかな、海にでも行くかい。はい、仕事しましょうね。なんならここに標識あってもいいんじゃない、どうですか静江さん、バッチリでしょ、どうですかここ、ほら最高じゃんね、近くにトンファンいるよ、気をつけてねっていう。気をつけるべき住民はもっといるか。いや、いろんな住民見回したけど、やっぱり一番危険なのってトンファンだと思う。だからここに建てよう、静江さん、ここが一番危ないと思うから。よし、じゃあハニワ、早速4万いくらを私が一括で払ってやろうじゃないか。もう33万あるからね、こんなもんね、ちゃちゃっと払っちゃうよ。おら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 、えい、あげさせ、おやややや、えんるどひ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 。いや、ぶっちゃけここに標識って変よ。変だよ、変だけど、なんか建てないといけないと思うし、一応建てればなんか村のなんだろう、その生活の豊かさ、あとなんだっけ、もう一個自然の何かが上がると思うんで、おそらく新しい候補、例えばさっき言ったグローブジャングルとかの候補ができたら真っ先に撤去すると思います。とりあえずの公共事業ということでご了承いただければと思います。ということで本日はこの辺にしたいと思います。正直なこと言うと、ここまで来たらもう公共事業の候補が増えないと村づくりが進められなくなってきたと思うんですよ。だからまずは海ピコで、撮影外の方で海ピコで結構増やして、また村づくりを進めていきたいと思います。低木とか、あとは珍しい花とかも、ゲットしつつやっていきたいと思います。では本日もご視聴ありがとうございました。バイバーイ。